のは一瞬出たシーンではあったと思います。さあこれで阿部から牧野、そこに菅がプレッシャーに行きます。勝負に行った宇賀神、クロスが入ってフリーだー、まだある、シュート、突き刺しました関根、勝ち越しに成功。浦和一時はチャンスに豊かに思われたゴール前のシーンだったんですが、ソンユンのスーパープレーがあって、はい、1本目防いだんですけど、そのあたり粘ったんですけど、この後の、はい、このニアの上にここしかないというところに突き刺しましたね、はい、あれは関根は狙っているんですか、はい、狙ってますね。ディフェンスがこう来たんで、これクイッと引っかかるなと思って上の角を狙ったと思うんですけど、まあ、ここは本当にこう気迫がないと打ち抜けないところなんで、柏木を下げるということがあるのかどうか、柏木をシャドーポジションに上げるということなのか、柏木を上げたいんでしょうね、はい、スルーパスが出る、コロキシュート、クソンユンガット足がかかりました、ペナルティーキック、クソンユンは好セーブ、しかしその後コロキの足と札幌選手の足が絡まるようにしてペナルティーになりました、はい、もう完全抜け出たところのスーパーセーブ、あーこの後のコオロキのオレの反応早いですね、その後横山と絡んだ、はい、これはコオロキがちょっとじっと絡んだという感じでバランス崩した感じもありましたけどね、ただそのキーパーが弾いたボールへのコオロキのあのボールタッチ反応、これは素晴らしかったですね。今日は決定機を逃してしまったシーンもあったコオロキ、決まれば間もなく後半30分という時間で2点差にリードを広げることができる浦和、これは大きなプレーですね。止めれば札幌にもまた流れが来そうです。ペナルティーキックで浦和リードを広げました。後半の29分、さすが落ち着いています、コロシンの、まあ、駆け引きで上回ったという感じですね。タイミングずらした分、まあ、コースももちろんですけど、コースはもうギリギリのところ、そしてタイミングは確かにワンテンポずらして打ったペナルティーキックでした。コオロキの今シーズン7点目、あ、そしてそのまま柏木